柿野さんは印刷会社を経営している。普段はお店のチラシなどを印刷することが多いが、最近は神社やお寺からの依頼があり、お札の印刷なども行っているそうだ。こうやってうちで印刷しているところを見ちゃうと、札もご利益がなさそうに見えちゃうな。まあでもこんなの効果が見えるわけじゃないし、気の持ちようだからな。ある時地方で商談があった柿野さんは、その地にあるホテルに泊まった。ああ、今日の商談うまくいったな。今日は酒がうまいぞ。ここは食べ物も美味しいし、今日はすごく気分がいいな。あの飾られてる絵も印刷かな。そういえば幽霊が出る部屋には絵の裏にお札が貼ってあるって言うけど、この部屋は大丈夫かな。貼ってないか。まあそんなの都市伝説で、幽霊なんかいるわけないか。あ、そうだ、今日はこの前印刷したお札の見本を持ってきてるぞ。ちょっといたずらしてこの絵の裏に貼ってやろう。次にこの部屋に泊まったやつ驚くぞ。いたずら好きの柿野さんは持ってきていたお札を絵の裏に貼った。そしてひどく酔っ払っていたため、そのまま寝てしまった。ん？なんだ？お客様、すみません。ホテルのものです。ホテルの人？こんな夜中に何の用だ？あ、絵の裏にお札を貼ったいたずらがバレた。まさかな。監視カメラがない限り、そんなことわかるわけないか。お客様？はい、今開けますよ。何ですか、こんな夜中に。誠にすみませんが、部屋の中をチェックさせていただけないでしょうか。はぁ、どういうこと？いえ、不審な通報を受けたので、念のため確認したいんです。はぁ、わかりました。どうぞ。ホテルの従業員たちは、部屋に入ってくると、浴室やクローゼット、部屋の中を確認し始めた。何なんだ一体。はあ、大丈夫そうですね。どういうことですか。こんな夜中に大勢で押しかけてきて、説明くらいしてくださいよ。実は、大変不思議なんですが、少し前に、お客様の部屋からフロントに電話があったんですよ。はい、フロントです。はあ？私は寝てましたよ。他の部屋と間違えてないですか？いえ、確かにお客様の部屋からでした。それでその人は何て言ってたんですか？もしもし、フロントですが。部屋に宿泊している人に閉じ込められてしまいました。それだけ言うと切れてしまったんです。失礼だとは思ったのですが、女の人が部屋に閉じ込められてるのかと思いまして、こうして部屋に確認しに伺ったんです。そんなバカな。そもそも私は電話をかけてないし、この部屋には女もいない。なんだ、幽霊でもいるのか？しかも部屋に閉じ込められたなんて。部屋から出られなくなった？待てよ。あ！その時、柿野さんは気づいてしまった。この部屋、
きっと女の幽霊がいるんだ。俺が絵の裏にお札を貼っちゃったから、それが結界のようになって部屋から出られなくなっちゃったんだ。ちょっとしたいたずらのつもりでやったのに、まさか本当に幽霊がいるなんて。この部屋には幽霊がいる。柿野さんは急に怖くなってしまい、部屋を変えてもらったそうだ。こんなのただの印刷した紙っきりだと思って馬鹿にしてたけど、本当に効力があるんだな。柿野さんは自分が印刷していたお札を見直したそうだ。柿野さんのいたずらでホテルの部屋の絵の裏に貼られたお札、あんなものただの印刷した紙だと思っていた柿野さんでしたが、実際にその部屋にいた幽霊が外に出られなくなってしまいました。墨で書かれたものでも印刷されたものでも、それは関係なく書かれている文字に力があるのかもしれませんね。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。